元宗寺は、埼玉県熊谷市平戸にある寺院である。かつては、河野巣市の勝願い寺の末寺として、浄土宗の寺院であったが、江戸時代末期には、住職が不在となって、近隣の寺が寺務を代行するようになり、明治一新以降、一旦廃寺となるも戦後復興し、2019年、現在、熊谷市、久家の総統宗寺院、当地区院が寺務を兼務している。 また、元宗寺には、江戸時代初期作と推定される、台座を含めて、造庫約4メートルの木造予石作りの薬師如来像、観世音菩薩像が現存しており、平戸の大仏として知られている。平戸の大仏は、埼玉県内の木造寄石作りの仏像としては、最大級の大きさであり、熊谷市指定有形文化財に指定されている。元宗寺は、 江戸時代初期から後期にかけて、武蔵区に埼玉郡平戸村の名主を務めていた藤池の手によって建立された。藤池の祖にあたるガ学助は、非全国松浦郡平戸の出身と伝えられており、平戸出身者であるガ学助にちなんで、平戸という地名が名付けられたとの説がある。1608年、ガ学助は検知のために、 平戸村にやってきた役人の案内役を務めたことが記録に残っている。村内の有力者であったガガクスケは、元宗寺の混流のほか、自然国松浦郡平戸から、住吉大明神を誕生し、平戸の氏神として、他国明神社を混流したと伝えられている。やがて、藤池の当主は、平戸村の名主を世襲するようようになった。平戸村は十七世紀、お師範。 幕僚幕僚と旗本領との愛 q そして再び、お師半領と支配関係が目まぐるしく変遷したが、変わることなく名主職を務め続けた。18世紀前半の教法年間には、藤家は平戸村全体の約4分の1の土地を所有する大地主となった。18世紀半ば過ぎの明和年間には、年貢関西に苦労するようになるなど、 家勢に衰えも見られるようになったが、19世紀の文化年間までは、平戸村で10兆以上の土地を所有する、村内随一の大地主の地位を保ち続けた。しかし1831年には、長年勤めてきた名主職を他家に渡すことになり、その後は、百姓代を務めるようになった。また、藤池は18世紀末からは水車を使用した事業を行っていた。 水車は1932年に解体されたが、1955年頃までは、製麺所の経営を続けていた。江戸時代以降、玄宗寺は混流者である藤池が寺の所有、管理を行い続けていた。2019年現在、寺の本堂は玄宗寺五次会が所有し、藤池は管理者代表を務めている。玄宗寺本堂を横から見た光景。 後輩と後輩の登場の竜の彫刻が見える。元宗寺の創建時期は17世紀半ばの昭法年間と言われている。創建者は藤家の祖、加楽助であり、建立当時の寺は宗案のようなものであったとされている。宗案には初代住職として元宗王帽子が常住したと伝えられている。1662年、元宗王帽子は、 コーノスの勝ち願い寺十四世の元誉まれ商人に対して念仏一万日を唱えながら、薬師、観音像を混流することを願い出て許可されたと言われている。そして勝ち願い寺第十五世の玄誉まれ商人から、海産の幻想応募士にちなみ幻想寺という字号が授けられた。また三号は混流者、藤家の祖、雅楽助にちなんで、藤山とされた。 なお、コーノスの勝ち願い寺は、僧侶の教育養成機関であるダンディンが設立されていた。マサル願い寺での僧侶教育養成機能は、同時が多くの松字を要した本寺としての機能を強化することにつながった。1632年には12箇所に過ぎなかった末路は。松字は1695年の記録では40箇所に増加している。 元宗寺も1695年には勝ち願いでエラの末寺となっていたことが確認できる。元宗寺の本堂は皇術の大仏と同時期に建立されたと考えられている。かつては千日堂とも呼ばれていて、建物の大きさは5軒、島で1軒の木腰を巡らせている。また建物の南面には2軒、2軒の後輩がしつらえられている。 後輩の胸には竜の彫刻が飾られており、左右にはあうの狛犬、そして後輩の柱にも木彫りの狛犬が取り付けられている。屋根は重層寄せ胸作り、瓦吹きである。建物の規模には大きな違いはあるが、幻宗寺本堂は東大時代仏殿をモデルとして建造したと考えられている。なお口日のように建造後、幻宗寺は、 洪水の被害を受けるなどして、しばしば修復工事が行われている。1952年に行われた修復工事の際に柱が切り詰められた痕跡が確認されており、かつての本堂は現状のものよりも規模が大きかったと推定されている。幻想寺本尊の薬師如来像、観世音菩薩像。右が薬師如来像、左が観世音菩薩像。 平戸の大仏と呼ばれている。幻宗寺の本尊である薬師如来像、完全温菩薩像は、像高約3.5メートル、台座を含めると、約4メートルとなる。木造寄せ木造りで像の表面に金箔を張った、上から黒漆を塗ることによって、像全体が光沢を帯びるような造形がなされている。なお、幻宗寺の薬師如来像、完全温菩薩像は、 木造寄せ木造りの仏像としては、埼玉県内では、最大級の大きさである。薬師如来像、観世音菩薩像は、前述のように1662年に、玄宗寺初代住職の玄宗王帽子が、年仏一万日を収しながら作ったと言われている。新編武蔵風土機構にも、本尊の薬師如来像、観世音菩薩像は、解散の幻想作と伝えられているとしており、 両像の様式的にも江戸時代初期のものと考えられている。一方、元宗寺の中高と称される五世住職の含む、誉れ商人の1701年に、仏師と見誉れ宗園、江戸野兵、主中、西村野兵、沼黒、他兵の手によって薬師如来像、関税恩菩薩像が再興され、1702年春に大供養が行われたとの記録も残っている。 これは1662年に作られた薬師如来像、観世音菩薩像の修理が行われたものであるとの説もある。大仏の名の由来幻想寺の薬師如来像、観世音菩薩像は、一条六尺以上という大仏の大きさの基準には及ばないため、大仏ではなく、平戸の大仏と呼ばれるようになった。七百十三年、幻想寺の本尊である薬師如来像、 関全恩母殺像が破損したために修繕が行われた。その際に、玄宗寺の周囲約一里以内の村々から、薬師如来像、関全恩母殺像の修繕費用が支出された。このことから当時、玄宗寺は、近隣から損数を集めていたことが推測できる。その後、六世住職の上、誉れ商人の千七百四十二年には、洪水によって大きな被害を受け、 八世住職官ホマレ商人の時代には、本堂の修復が行われたという。しかし旧世住職の京ホマレリン、トールオショは、寺の財産を次々と売り払い、幻想寺自体もとばにしてしまった。結局、身体極まった京ホマレリン、トールオショは1754年、義の御生きのままで幻想寺を去ることとなったと伝えられている。そして18世紀半ば頃には、 お主半領内に、おし34箇所の観音霊場巡りが選定されたと考えられている。秩父34箇所の観音霊場巡りなど、観音霊場巡りが盛んになるにつれて、各地に観音霊場札所を選定する動きが活発化したが、おし34箇所の観音霊場の成立はそうした動きの一環であった。元宗寺は、おし箇所の五番札所とされ、 ご栄華は、平堂も皿で、向かい日を紫の雲の棚びく藤井寺であった。当時、多くの巡礼者が、幻想寺を訪れていたとの言い伝えが残っている。十一世住職の銀誉れ商人改名を称は、新たな寺の創建、各地に供養塔を建立し、説法も積極的に行っていくなどの活躍を見せた。また名筆家としても知られ、銀誉れ商人改名を称筆の、 秩父道しるべの石碑が熊谷市内に現存している。1783年、銀誉れ商人改名和尚は在任のまま亡くなった。13歳の安誉れ商人大前和尚は埼玉郡の出身で1793年、26歳で元宗寺に着任する。安誉れ商人大前和尚の時代、本堂の後輩が大破したため修復が行われたと伝えられている。 1803年、アンホマレ商人大前王将は、本寺の勝願い寺の指示によってた寺に転任した。続いて14世紀の高誉れ商人、ズ屋ヤ産和王将が、被護国から着任した。高誉れ商人、ズ屋ヤ産和王将が、いつまで、玄宗寺で住職を務めていたかについては、記録が残っていない。高誉れ商人、ズ屋ヤ産和王将が、玄宗寺を去った後、 寺は、住職不在の無重状態になったと考えられている。そのため近隣の長願寺、金鈴寺が、玄宗寺の事務を代行するようになった。そして、明治維新後、玄宗寺は一旦廃寺となって後輩が進んでいった。時期は不明であるが、玄宗寺の本尊、薬師如来像。 完全温母殺像の体内から馬の病気の薬と神経痛の薬の秘伝書が発見されたとの言い伝えがある。また目薬の秘伝書も見つかったとの言い伝えも残っている。秘伝書の調合に従って制約された薬は平戸の妙薬と呼ばれ、元想寺で販売され、江戸時代以降、1965年頃まで元想寺に薬を求めてやってくる人々がいたという。 また玄宗寺の薬師如来は、目の病気、観世音菩薩は、馬の病気を治すとの言い伝えもあって、病気平和を願う参拝客を集めていた。総当宗藤井寺玄宗寺の石中。明治時代に入って廃寺となった玄宗寺であったが、寺の本堂と本尊である薬師如来像、観世音菩薩像の管理は、藤家が行い続けた。 しかしやはり廃寺となってしまったことによって、次第に荒廃が進んでいった。1952年には、本堂の修復工事が行われたが、やはり住職不在の状況は継続しており、事務については熊谷、熊返し、久家の総統総統地区院が行っている。そして、本尊薬師如来像、観世音菩薩像については、登録名。 木彫大仏座像として1954年11月3日、熊谷市指定有形文化財に指定された。なお、薬師如来像の薬庫と、関税音菩薩像の連下は失われてしまっているが、両像の保存状態は、比較的良好である。戦後も引き続き創建者一族である藤池が、寺の本堂と本尊である薬師如来像、関税音菩薩像の管理を行い続けている。 なお2019年現在、寺の本堂は、幻想寺五次会が所有している。1970年代から、本堂の老朽化に伴う修復が行われてきたが、老朽化が著しくなってきたことにより、所有者である藤屋、団家が主導し、熊谷市教育委員会、本寺である当築院らが協力して、2019年度から保存修理事業を行っていく予定となった。 事業開始に先立ち、2018年12月8日に、戦後初の本尊薬師如来像、完全音菩薩像の一般公開が行われた。ありがとうございます。